滝の水公園の前のバス停です。ちょうどですね、この舗装がやり直されましたので、その様子を収めていきたいと思います。動画でもありますが、舗装される前はですね、本当にもう継ぎ目継ぎ目のボコボコの道でございまして、まあその状態が、まあ、5年以上、10年以上続いています。ここが継ぎ目ですね、継ぎ目です。ですね、綺麗な道っていうのは走っていて運動がなくてですね、気持ちいいですね。これも塗りたての、信号の長さですね。よくやられてますね。あそこもやってますね。やってないかな。
まあ、おそらくこのカーブであることの注意を喚起するような、白いドットの、線が追加になってますね。これですね。まあ、いろいろこの幅とか、間隔の、規定があるものだと思いますね。こちらも杉目です。杉目チョークのラインの跡がまだ残っております。そうですね、ここまで丁寧に長さを一個一個、測ってですね、カーブもですね、本当に気持ちよく、綺麗な道でですね、非常になりました。本当にいいですね、新しい道は。見てくださいますね、始まりを注意喚起でしょうかね、後ろのドットがついてますね。どういうその基準であったりなかったり、どういう基準で設置してるのか分かりませんけども、はい、これも面白いですね、この、まあ、この税務大学、旧税務大学向かいのですね、今はないですけども、今は建物だけですけども、その前に、まあ、これもずっと昔から放置されてます。カルディナですかね、カルディナ。見えますね、ずっと放置されて、ずっとこの場所に置かれています。で、言いたいのは、ここの入り口の駐車場への入り口のところのライン、これまあずっと来まして、こっちもそうですけども、この駐車場への入り口のところはラインが切れてないですけども、あちらですね、あちら、これ旧税務大学なんですけども、ちょっと名前間違ってたらすいません。もう今ですね、これ看板が外されてましてですね、セコムのセキュリティもあるかないかというところだと思いますが、言いたいのは、これがずっと来まして、ここで切れてるんですね。切れて、ここに入れるように、入れるようにというか、入るところが切れてると、まだなぜかなと思って見てると思います。
ですね、看板がありましたね。これお化けが出そうで、夜とか怖いですよね。早くなんか次の、まあ業者なり、早く行かなと思いますね。スゴムさんです。番号にこれ意味あるんでしょうかね。713の正式名が、ああこれ千葉市号が712ですね。ああ多分このセキュリティのシールですね。よくそれだけ印刷して家に貼ってるって人いますけど、それの、防止偽造防止というかでしょうね。塩の風3丁目のバス停でございます。ゼム大学に、バスで通われてた方には懐かしい交差点、交差点じゃなくてバス停だと思いますね。反対側があそこのローソンのなんですね。ローソンのところ、後ろの方で山頂でこれですね。だからまあ反対側行くには先ほどの横断歩道を渡るか、このローソンの交差点を渡るかだと思いますね。このマークは何でしょうかね。これも赤が消えてるのかな。あんまり標識詳しくないんで分かりませんけど、白地に青の斜線と。ついてますね。で、このローソンの前、ここもですね、きれいに、本当にきれいにですね、道がなりました。で、南高メーカーの継ぎ目ですね。2番目がこちらです。本当に綺麗にやってますね。ちょっと今日は雨上がり、小雨上がりということで、道路もですね、ちょっとツヤツヤして綺麗ですね。この横断歩道しましま島、これ綺麗なんですけどね、気にする人は気にするかもしれませんけど、フロントガラスにが歪んでるとですね、どうしても若干の歪みはあるんですけども、それがひどいと、
交差点回る時とかですね、結構歪みが見えてですね、このまっすぐのラインじゃなくて、歪んで見えてそれが嫌だという人は結構いるかと思いますね。まあ私もですね、まあフロントも滲んでるんですけども、リア後ろのガラスですね、これが斜めでして、斜めについてるもんですから、そのバックミラー越しにですね見るとですね、このまっすぐなラインがですね本当にこの歪んで見えると。歪んでっていうのはどういうことかというと、このこうやってギューンとですね波打って見えるということで、まあこれちょっとディーラーさんに苦情を言いましてですね、ちょっとこれ非常時じゃないのということで、リアガラス交換いただきました、はい。まああれはね、本当に明らかにひどいですね。なんでこんな並々のリアガラス、まあ500万ぐらいする車なんですけどね、新車買ったと。それで並々の状態っていうことで、まあ参りましたね、あれはね。これが継ぎ目ですね。これは微妙ですね、ここで終了するのか。これがそのいつか行ってみたいなっていうリッツカフェさんの迎えで、途切れてますけども、まあどうですかね、もう5年10年は使うのかな、こっちからこっちは、ここで止まっております。じゃあちょっと戻りましょうか。まあさっきの横断歩道の線が波打って見えるっていうことですけど、ね、渋谷のスクランブル交差点のね、こういう線とか本当に一面に張ってる時ありますよね。その時本当にね、これ気になる人は気になると思いますね。まっすぐ綺麗な線だったらいいんですけど、それが本当に滲んで滲んで見えますからね。まあこれガラスメーカーさんもですね、苦労して、平面度といいますか、ガラスの歪みがないようにね、工夫して、あんまりこれ工程かけて、おっとあそこで渡ろうとしてる人いますね。危ないですね。この道を渡る人っていうのは本当にいましてですね、本当にこの注意してくださいね、皆さんで。直線で誰も来ないだろうという道ほど、意外とおばあさんが渡ってきますので、おじさんもいるかもしれません。ここに若い子もいるかもしれません。これ工事面白いのはですね、まずこっちの道路側のここをやってから、こっちをやってますね。これもあれですね、ここまでのようですね。まあ、こっちからこっちの道、これも結構荒れてますので、ぜひまあこの機会にやっていただけるといいんですけどもね。向こうも荒れてますね。どうでしょうかね、この様子を見るとちょっと線が引いてますんで、一旦
なれるような気がしないでもないです。やっていただけるような気がしないでもないですね。はい、青になりました。見えてますかね。まあこのねチョークもマークがありますんで、多分こっちの道もやってもらえるんだと思いますが、ちょっとナンバーとかなかなか見えない範囲ですけども、なかなかかっこいいスイフトさんですね。スイフトさん、40キロだったんですね、制限速度がね。40と書いてますね。ほら、タテヤコーヒーいろいろあるかと思いますけども、ちょっと車がこのこと確認しまして、こんな感じですね。40と、まあ通常どうですかね、40ギリで走る人はあまりいなくて、まあ50ぐらいですかね。こっちからカーブがありますし、まあただ道が良くなったんでスピードも気持ち上げて走られる方がいるかもしれないですね。名前が間違ったらごめんなさいの、ズーム大学で答えたいと思います。まあこんなね道が新しくなったからといって、それを動画で収めるという変わった人はあまりいないかと思いますが、ちょっとここあれですかね、あの乾き立てを、あ、違いますね、ちょっとグリップのいいタイヤで走った後のようですね。そう気になることはない。
スマホ片持ちでずっとやってまして、ボスの空き缶がこういうのをね道に置いてますからね、危ないですね。本当に気をつけてくださいね。ビニールのゴミ、コメダでございます。コメダ滝の水店です。まあ結構こうやってですね、朝は今日曜の朝ですけども、9時半頃ですかね、皆さん来られますね、コメダにね。40kg ってありますね。40kg ですね。だからさっきの白の青車線っていうのは、これ赤が消えて青だけ残ってたマークじゃないかな。だとすればちょっと問題ですね。あれはちょっと変えてもらわないかんですね。紛らわしいですね。まあ中勤ですよというマークですね、この赤字に青のこれですね。その青尻ローソンの前ぐらいでしたかね。まあこの道のやり直すときに、ね、気づいてもいいような、あの赤色のハゲでしたね。まあ、赤は紫外線だったか赤外線ですかね、まあ、太陽光で色がくすみやすいというか、なくなっていくと。赤文字だったらどんどん消えていって、ピンク色になって、まあ、最後に消えるというような現象があるようですね。おっと。これもちょっと危ないですね、これね。鋭角に。これはどういう風にしたこれ。曲がったんですかね、これね。これはちょっと、ね、飛び蹴り誰かしたか。飛び蹴りをしたのであれば、これになるかなんですけど。まあ、目立ったのはないですね。止まりましたね、これね。あともう一個。反射材がもう取れちゃってますね、これ。反対側はどうですかね。反対側ありますけど、こっちの西に向かう方、もともとないのかな。もともと東に向かう方だけあって、西に向かない。なんてことはないと思いますけど、落ちてますね。なんか白い透明のケースだけ落ちてますね。これこうやってあるのが良心ですね。これもあれですね、ちょっと道のねえ、あほらほらほら、これ
そういうことなんだ。もうあの西行きは白の反射で、なぜか東行きはオレンジの反射、色の反射、西行きは白、東行きはオレンジ、そういうことなんですね。あ、だから白色のが、まあ、一部反射板が落ちてるのありましたよということでございました。まあ、たまにね、ここにあの風圧で、洗浄されるようにあのついてるのがありますけども、そうですね、上げてますね。まあ上げてますけど、こういう風にこのあのピカ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 と光るのが良い収集にあるのかな。エビカツ、トンカツの都会ですけども、はい、まあそろそろですね、そろそろ32分17秒18秒ということで、この動画も終盤ですね。式典の入り口です。まあこれ昔はここにも入り口というかあったんでしょうね。今はもうありませんけれども、まあということで、滝の水公園、南側の交差点、交差点名が書いてないな、これも書いてないのかな、これも問題といえば問題ですね。なんでない、あれ通常あれですね、交差点名っていうのはね、この交差点の信号機の下ぐらいにあるんですけども、ないない。まあおそらく滝の水南、ということで、あの集合になりましたんで、この辺で終わってます。どうもご視聴ありがとうございました。